お、何？ああ、ハンマーの二人。一つ言わせてたがよ。バトルでのハンマーを使い方。あ、そうだね。バトルでハンマーが使えるようになりましたね。まだ使ってないけど。バトルしてないもんね。まあ、一応、じゃ聞いておきましょう。うん。したらバトル進めするだよ。この二人、頑丈なことに、二人の二人攻撃を受けても平気で耐えてくれるっていうのはすごいな。すぐボタンを押すのもちょっと待って押す方が時折くる。あー、ペーパーマリオでもあったやつか。1、2、3、ドンみたいな感じだよね。じゃあ早速練習してみよう。ハンマー。ポコって言ったぞ。あ、光る。ピカーン。あ、こう光った時に押すんだね。空気くがよ。ハンマー防御。あー、なるほど。難しいな。ちょっと待って、だいぶ変わってんな。スルリとサスペンダーがあって楽しいんだ。スルリとサスペンダー。失礼しただよ。おいおいおい、ちょっとなんか三流芸人の流れ方やめろ。あ、これは壊せません。ほら、これはさらに強力なハンマーがないとダメですね。ちょっと待って、ハンマーの使い方やばいな。これキプレイにも難易度高くないか。もう言ってるそばから無理なやついいんじゃねえかよ。はい。無理なやつもう言ってるそばからいましたよ。いますね。スピードダウン。あ、デバフ入るようになったんだ。ハンマーで叩くと。デバフとかもあんの今作。え、マジで？この先何？攻撃ダウンとかの可能性もあるってことか？ハンマーが振りかぶって、ピカン、せーの。こんな感じか。なるほどね。せーの、ピカン、よいしょ、あっ、ばっ、くぞ。あー、待って、ハンマー意外と難しいな。1、2の3、ポカン。つかが取れまくっとる。ちょっと早めでいいよ、ちょっと早めでいい。最悪ちょっとダメ、早めにいい。経験値なんで4しかもらえやんの。あ、いたー。やっちまった。踏んじゃいけねえやつ踏んでる。ちょっと早めでもいいね。1、2の、はいで。こんなでもいいね。うん。1、2の、はい。こんな感じ。まあまあ、慣れるまでこれでいこう。来るぞ。あ、意外とハンマー振り早くなってる。GBA の時は構えるのにも時間があって、で、構えすぎるとハンマー落としちゃうっていうのもあったんですよね。いや、ちょっと待って、逆になれないな。ピカーンって光ったこの一瞬か。ジャストタイミングみたいな。なんでこいつら経験値4しかないの？え？なにこれ？いたぞ、ゲルゴピッツ。クッパ様を返せ、クリボークリボー？え、クリボーなんてあったっけ、そんなイベント。え、なにこれ？マリオとルイージの冒険の裏で別の物語がする彼らの冒険も始めてみませんか。クッパ軍団 RPG。なにそれ？めっちゃ気になるやん。クッパ軍団 RPG って何？マリオ版のルイージ RPG みたい。なにそれ？気になるんだけど、ちょっとね、ここ来ると通例行事があるんですよ。実はですね、通例行事がありまして、ここは本来下に行くことでマメエリア城岡町に行くんですけど、この右に行くとですね、初見殺しに会います。あれ、通例行事させてよ。この右に行くと明らかにそのレベルが違いすぎて敵の勝てないというか、もう、まずワンパンされるっていう初見殺しがあったんですけど、ほら、見るじゃないですか、あそこ、あいつ。え、行かしてくれないのかーいって。さあ、豆入れ城下町のね、前にやってきました。さあ、豆入れ城下町来たよ、と。やっぱり通例。いや、もうひどいね。もう、滅ぼされた街みたいになってますよ。まあ、滅ぼされてるんですけど、ゲラゲモーナがね、襲撃した後のマメリア城下町です。いや、結構これさ、えぐるな。これ結構、
初期に見たらびっくりするよな。そうや、豆兵たちさ、どうでもええところ守ってたな。営業してんの。あ、やった、営業してる。あ、初めての営業、初めてのさ、なんか、すげえ、初めてのアイテムショップが来ましたね、いよいよ。へえ、あ、装備品も買えんの？本当はここ、ハッシュマウスなんだけどね。ああ、アイテム買えるんだ。そのうち装備も買えるようになりますね。このクッパ軍団 RPG 気になりますよね。セーブして始める。何このクッパ軍。すげえなんかミニコーナーみたいになってるけど、やってみよう。全く別ゲーム。あ、アミーボって書いてあるよ。アミーボ。あ、確かね、このゲーム、アミーボ？クリボーとかテレサのアミーボに反応して、なんかあったんだよな。あー、クリボーのこの子、テレサのアミーボ、いずれかをタッチするってことは、多分、増やせるんだ、それで。おー、数字変わる前のカメジェット、はい。爆発する前のカメジェットですね、それは。あー、クリボーのチュートリアルのところだね。またやられた。今度こそ、いつか金詰まりをやっつけてやるんだ。野望じゃねえか、もはや。なあ、今度は二人同時に攻撃してみようよ。それはそうと。僕たちクリボーも早く手柄立てて偉くなりたいような。うわ、完全にクッパ軍団の話じゃな。何をつぶやいてんだ、おとなしくしてろよ。おい、終わったか。うおー、ロイ、ウェンディ、イギー。たった今最後のクリボーをたるに入れたことですよ。こいつらも急になんか影濃くなったな。マリオのレジャー PG にコクッパたちは一応参戦はしてるんですけど、かなりその出番が薄いでいいか、薄いんですよ。なんでここで出ることだと意外ですね。たるの中は過ごしやすいか。いい、あははははいつもただできてただ踏まれるだけ。なんでクッパ様あなたたちは使い続けるのかしら。やめろよ、そういうこと言うの。そう、俺たちクッパ7人衆がいれば十分。流れも今回この俺様が大活躍してやるのだ。そうか。まあ結局私が一番活躍しちゃうんだけど。大勝負するか。あ、イギーずっとこんな感じなのか。クリボー諸君、今回はザコの黄色で出番はなし。おい。ちょっと偉くなる妄想でもしてたまえ。ん、なんだ。あ、これが敵中看板で攻撃を受けました。あら、出番じゃない。お前ら来なかったじゃねえか。いや、もう遅いかと。何、もう敵がやっつけちゃったの。あ、というかメインエンジンが大ダメージを受け、もうモルカフジを爆発します。やっぱりおめえらの出番薄いじゃねえか。あははははは、イギー、やっぱり出番薄いのか。で、チリチリになったんだね、君たちは。その結果、はい、これはマリオとルイージの冒険の裏へ進んでいくクッパ軍団の物語。ははは、カメジェットの爆発、縮んじゃったクッパ軍団。一体のクリボーが目覚める。すごくないか、クリボーの逆襲。本当に、なんか昔 YouTube であったよね、クリボーの逆襲みたいな動画。本当にそれなんじゃないの。ああ、クリボー。え、一体のクリボーが世界救うんか、本当に。クリボー。マジで、ここはどこだ、クッパ様。え、ウフ村の近くだね、ここは。軍団のみんなは、クリボーこれ不安すぎるよね、正直。一番雑魚であるクリボーが一匹のはちょっと不安すぎない。見知らぬ場所で一人ぼっち。ヒヒー、今の振動は、とにかく外に出よう。おい、あ、完全にウフ村の近くだ。いや、山？ウフマウンテンだね。軍団の顔はどっかにいないかな。クッパ様ご無事かな。あはははは、そうか、ホッシー将軍で吹き飛ばされてる。あはははは、そうだね、クッパ様空飛んでるよね、大砲だから。大砲に火つけて空飛んでる。クッパ様なんで空飛んでんのみたいになってるよね。は、準備運動しておこう。いやいやいや、
え、なに、すげえ、え、すごくない、マジでクリボーの頭ってさ、岩壊せんの、へえ。あ、なにこれ、え、なにこのクリボー突撃隊、あ、なるほどね、これアミーボー、なんか一つちょっとアミーボー買ってみたいな、ちょっと今日白子とは買いに行こうかな。ソート300円なのにアミーボーの方が高くないぞ。待って待って、ステータスが書いてあるよ。 HP30、 パワー22、スピード50。へえ、こんなんあるんだ。クリボー出発、バトルスタート。え、バトル、あ、やばい、この世界の、うわ、変な生き物、声出してみな、あと高橋様だ。キリオコ王国のザコとマメリア王国のザコがいる。あ、まあ、この変な豆喋るんだ。なんだと、喋っちゃ悪いか。あ、いや違う違う、変な豆じゃ、そのあのふざけんなよ、やっちまうぞ。え、え、どういう感じ、マリオじゃないタイトル、とりあえず耐えたりあるのみ。え、どうやって操作すんの、え、どうやって操作するの、いや、俺操作できない、何をしてもダメだ、なんか勝手に進む、勝手に進むわ、うむ、体力的にほぼ互角、何か決めてよ。え、何、練習の線から相手の脳天にぐり込むように飛ぶべし。あー、なるほど、なんか何、まだ自分が操作できるのはどこなんだろうね。ボコスカアクション、ボコスカアクションっていうのがあるのか。戦い方がまだ分かってない。ロケット続き。あ、でもどうやって、基本的には見守り戦闘ってことか。ウェーブだしね。なんかスマホゲーによくある。来たよ、ファイナルバトル。また出てきた。この先はまだ敵がいいのかな。スタートボタン押せばバトルが、うん、まあまあ、ラストボタルだったよ、さっき。ウェーブを。でも一つ、基本的に見てるだけなんだよな、こうやって。ちょい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 。おい。おい。おい。はい、ここで押すんかい。見守りバトルかと思えば、急になんかそういうことし始めるんだもん。なんだ、マリオブラウンディングみたいになんか自分が完全に操作するってわけじゃなさそうだね。見守り系かな。お、クリボーたちがいいんじゃん。じゃあ隊長は誰がいるんだ。俺は嫌だぞ。隊長ってきついんだもん。俺も嫌だ。クリボーたちいたよ。変な豆じゃない。変な豆じゃないって言うな。みんなー。はははは。挨拶に頭突きをかますやつがどこにいんだよ。いきなり何すんだよ。ごめん。だ、嬉しくてつい抱きついちゃった。求愛が、クリボー同士が抱き合えるか。でも仲間ではクッパ軍団だよな。同じクリボー同士一緒に行かないな、な。なんだよ、慣れ慣れしいな。まあちょうどよかったんじゃね。メンバーが一人増えたことだし。そうそう。ついに隊長もこいつになってもらえばいいよ。なになに、メンバー隊長、なになに、急な話になってるもんね。わははは。あ、さっきのフラッグってそういうことで、ね、頭につける普通。クッパ軍団を探し合うとみんなに一緒に行くんだ。賛成賛成。一人じゃ怖い、すぐやれちゃうしね。うん。これで仲間を増やしていく。で、この旗何？本当だよ。へへ、こいつ分かってねえな。隊長の印だよ。そうそう。いやー、似合ってんな。そう？すすめキノピオ隊長よりひどいことになってるよ、なんか。よし、行くぞ、みんな隊長についてこい。おお。すっかりそう気になっちまったよ。で、そうじゃない。無理だよ、隊長なんて。今突っ込む。クリボーの中では隊長じゃない？生まれより生まれた数のダントツだし。おお、俺たちみんな同じこと言うんだ。でも、俺たちでこいつだって思っちゃった。魂。そう、クッパ軍の魂が生まれる。ものは言いようだな。でも、軍団にはみんなを引っ張るやつが必要なんだ。まあ、確かによ。それに、お前は隊長っぽい顔つきをしている。そうか？もうみんな一緒だぞ。そう？隊長か。確かにやってみたいかも。何使命感を急に背負わせる。僕ら隊長いるの大丈夫？
ぜひ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 どうぞどうぞ。そうか。みんな嫌なんだな、やっぱ。おー、隊長すげー。単純だな。歌ってたら気に登るタイプだな。ほらー、うん。なんか言った。いやいやいや、おー、フリーボクスの方がかっこいいね。こいつが隊長、こんなのが主人公でいいのか。こうしてからただの成り行きでクリオたちは大丈夫だ。かきく天の声、辛辣。隊長は責任重大、隊長的に狙われやすい。旗までついてるもんな。敵はみんな隊長を倒すと向かってくる。それほど長い時間かかりませんでした。うん、そうだろうな。仲間が増えた、クリボー。なんか全く違う感じなんだろうな、これって。マリオ&ルイージ RPG とは全く違うシミュレーション RPG みたいな感じか。